どうも皆さんこんばんは。オオカミのチャンネルこそ本日はサバイバリストやっていきたいと思います。まず現状からこの前回鉄を探したいなと言って島中見てきたんですけど、なんか遺跡とかあってその中に入ったら見たこともない敵が出てきて、多分こんな棍棒とかじゃ戦わないなと思って、どこにあるんだろうと思って探してあげてなかったので、このミステリーショップロープ3本最初タスク完了してくれるってやつで、ロープ3本で望遠鏡1本と、まあ等価価値なのか怪しいけど、そしたらこの3つがオープンして、で一応ここに鉄は売ってるけど、その時にくれた望遠鏡でマップを見てごらんみたいな感じで、そしたら方角を見たらいろんなところにこうやって島が見えて、多分そっちにあるんじゃないかということで、本日はお肉を6本用意して他の島に行ってみたいと思います。まず装備がないと遺跡が探索できなさそうだから、ということで本日はこのイカダ作ってみたいと思います。まあ、強そうだったら帰ってくる感じで、で材料は見ておいたので3本と全部入れて、まさかでもこんな骨の棒とかで遺跡の敵と戦うと思えないけど、なんか6匹ぐらいとか結構出てきたりするから、とりあえずそっと入ってそっとして出口閉めて周り右してきたんだけどっていう感じですね。はいはい、テレポーター、これすごいな。これあったら船で移動しなくていいってことかな。まあとりあえずお出かけしますか。あ、ほうがないなんだ。例えばなんか家のレシピにあったな。はい、ということでこう作りたいと思います。そうだよね、手こぎかなと思ったんだけど違ったわ。こう毛川さん、ヤシの葉さん、ロープさん、はい違う、毛川さん、ロープがヤシの葉さん、これでいいかな。ああと先頭のこれ考えたけど、多分これを殴らせて戦闘モードにして連れてって、この前みたいに石川を殴ったりして、それで戦闘になるんだと思う。多分これを殴るんじゃないと思うんだよな。まあちょっと動画外かもしれないけど、余裕があったらこれを2個並べてみて叩かせるって方法もやってみたいけど、それじゃなかったら多分ただ戦闘に入るためのものかなと思ったりします。あとそうだ、島のこの島をぐるっと回ってきた時に拠点が襲撃されてますとか出て結構大惨事だった。本人いなくても襲撃されてるみたいで結構どうやらいことになった。お前ら何するんだと思って勝手にいない時は卑怯だろ。はい、これで砲ができて、まあ夜だけどね、敵がいたら逃げる感じで、とりあえず鉄とかがあるのかどうかを知りたい。ほうほう、ほう回す、なになになにそれ、ほう回す、あ、そういうこと。ちょっと待って、これサメとかなんか大丈夫なの、なんか出てきたな。難しいんだけど、この操作操作できるわけじゃないんだ。
とりあえず、こっちだよ。しかもこの間は見れないです、大丈夫だったかなと、このまま出発して。まず右の方に1個島があったから、ちょっと待って、いきなりこんなモードで動揺してるんだけど、どういう風に乗るの？ちょっと待って、マップが開かさないから分かんないんだけど、これそんなところで降りたら多分まずいだろうって。斬新だな。合ってるこっちで、本当に不安なんだけど。不安しかないよ、こんな方一枚で。まないけど、まあ、結構遠かった気はするけど、これ大丈夫か？全然わからん方角が。これなかなか怖いね。なかなかのことじゃない。怖いってことか。ただただ恐怖でしかない。で発車だって気がするから、一回戻った方が良かったかな。あ、お、どこ？え、どこ？その発車もいいんだけどな。あ、着いた。一回さ、その辺で降りてみていい？この浅瀬で降りたらどうなるの？これ。あ、一応降りれるんだ。この外界で降りたら死ぬってことね、多分。難易度高くない？それ。ギシギシ言ってるし。やっとね、よかった。一日乗ってるだけだったら。よし、出迎えご苦労。弓打っちゃった。勝手に乗ってるし、なんかすごいのある。あ、これっぽくない？鉄絶対そうでしょ。どうだ、あ、すごい、金も一緒に手に入った。あ、すごいすごい。小石か。小石はいらないな。この赤いのとか叩いて大丈夫？これ。いやでも叩いてみたくなるよね。あ、これがなんかなんだかジェムみたいなやつ？もしかして。これ売ったら高そうじゃない？金のやつ。あ、
これがジェームストーンだ。これあれでしょ、多分ワークポータルに使うやつでしょ。小石邪魔だな。とりあえず拾えるだけ集めて帰ろうかな。ちょっと待って、家帰れるこれ。あー、こっからほぼまっすぐね。これ出発地点大事だわ、すごく。上にも島あるけど、まだあるんだ。へー、あ、なんか宝箱もある。あ、運べるのこれ。すごいすごい。これ持って帰ればいいんでしょ、これ。こうやって違うの。これだけ落ちてったら嫌なんだけど。嬉しい。これでやっと鉄のものが作れるようになる。まあ、サバイバルといったら最初やっぱしあれだよね、第二段階として鉄を目指すよね。木のピッケルとかじゃ無理でしょ。サバイバルで一番嬉しい瞬間かもしれない、これが。第二段階の鉄見つけた時。いいね。いや、これ音も連れて、音もでやらせた方が早いな。絶対その方が早い。今度来るとき猿を船に乗せて、お供を連れて来よう。いいね、結構取れるね。いい感じかも。これで武器ぐらいは作れそうだな。あとは金でしょ、これ。もうちょっとだけ奥の方見てみようか。これは宝の地図。なんかいきなりすぐに出てこないよね。大丈夫かな。なんか落としてるけど。夜になったし。とりあえず怖いから外周だけこっそりと。どういう感じ。なんかいたわ今。何、なんかすごいのいるわ。あ、なんかヒョウみたいにいるんだけど。無理無理、失礼しました。なるほど、結構危険な島だね。でも戦うとなると危ないかもしれない。あー、あれがイノシシね。なるほど。あー、内部にも内陸にも結構あるね。ちょっと待って、なんか嫌な予感するわ。こっちも嫌な予感するな。こっちも嫌な予感するけど。おい、まだ暑いんだけど。ちょっと待って、何何燃えてるんだけど。あ、なんかチュートリアルに書いてあったら、暑いところは水を飲まないとダメみたいな。あ、大丈夫だって。今すれ違ってたけど。はいはいはい。ということは水ってどうするの。あ、ガラス瓶に入れてくればいいのか。ガラス瓶に入れて水を多分持ってきて、さっき、そうだね、前回作ったやつかな、あれに水をちゃんと持ってきて準備を整えて来ないといけない。そんな感じか。なるほどね。猿は何匹まで暮らせるんだろうな。あ、ちょっと待って、これ大丈夫。あ、結構いいグラフィック。暑そうだわ。うわ、なんか何何。あ、なんかあれにアイテム交換すれば取ったらみたいな手紙が瓶で見てたな。ちょっと待って、一回離れよう。なるほど。あ、でここにも鉄があるね。
これ鉄だね。これも鉄か。よし、なんとなくわかった。はい、それでは結構早かったな、2つ目の島まで。意外と操作がやばいけどこれ。はい、そんな感じで次回どうしようかな。とりあえず探検とかもしたいけど、まず鉄装備で、鉄の家壁、まずは鉄集めて家とかクラフトどんどんやっていこうかな。それまでに、次回までにもうちょっと鉄とか荷物集めておけたらいいかなと思ったりしてますが、はい、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。おかみでした。アディオスアミゴス。またね。